いつを生かすも殺すも貴様たち次第というわけだ。何するの？話して。サビー、気をつけろ、天井が崩れるぞ。君を守るって約束が果たせないんじゃないか。守るって、あなたは？気のせいじゃないよ、何も言いやしないぜ。お父様！もしや、あなたがエメラルドドラゴンなのですか？エメラルドドラゴン。イシュバーン。大陸の西の辺境に位置する聖なる大地を人はそう呼んだ。温暖な気候、芳醇な土、清らかな水、そこで育まれる生命、そういったものすべてが生きとし生けるものにとって聖地と呼ぶにふさわしい楽園だった。そしてその聖地における人の歴史はドラゴンとの共存に始まったのである。時を遡ること数千年、イシュバーンの大地にいつの頃からかドラゴンたちが住み着くようになった。本来気性が激しく人間たちと共存できるはずもないドラゴンたちが、この土地の温暖な気候のせいか、あるいは大地の持つ不思議な力のためか、人間の言葉を理解し他の種族と共存する道を選んでいた。しかし幸福で平穏な日々はそう長くは続かなかった。聖なる大地に何者かが呪いをかけたのだ。楽園は一瞬にして地獄と化した。忌まわしき呪いはなぜかドラゴンだけを襲い、その魂を食らい尽くした。万物の霊長であったはずのドラゴンたちは、なすすべもただ仲間が死んでいく様を見守るほかなかったのである。ドラゴンたちはイシュバーンからいずことも知れぬ地へ去っていった。それから2000年の時が流れた。
怖がらなくてもいいよ。みんな優しいドラゴンたちばかりだから。怪我はしてないの？どっか痛くない？うん、大丈夫。ありがとう。そう、よかった。君、名前は？あ、一体どっから来たの？わからない。何も思い出せないの。記憶をなくしちゃったのかい？かわいそうに。アトムちゃんよ。白龍のじいちゃん。お前も知っての通り、我ら龍族は子宝に恵まれることがめったにない。それだけに子供の大切さをよく分かっておるつもりじゃ。たとえそれが人の子であろうとな。龍族の長としてここに決定を下す。その娘をこの地で育てるのだ。名前はタムリ。清き者を意味する龍族くらいの言葉じゃ。よいな、アトムちゃん。仲良くしてやるんじゃぞ。うん、わかってるよ、じいちゃん。よろしくね、タムリン。そうか、もう3年にもなるのか。わしがあの娘を返したことをお前は恨んでおるんじゃろうな。あの娘とは12年も一緒に育ったんじゃから、お前の角が折れた跡を見るたびに痛々しくて胸が痛む。どうしたんだい、タムリン。さっき白龍のじいさんに呼ばれてたみたいだけど。アトルシャン、私イシュバーンへ帰ることにしたわ。なんだって、そんな嘘だろ。そうか、あのじいさんがまた余計なこと。違うのよ、アトルシャン。本当はもっと前から白龍様に勧められていたことなの。人は人の中で生きるのが幸せだって。タムリン、私もできることならアトルシャンと一緒に暮らしていたい。でも私は人間なのよ。このままここで暮らせばいつかきっと辛い別れの日が来る。だから私はイシュバーンに帰って人の幸せというものを探してみるわ。そうか、タムリンがそこまで考えているんだったらもう何も言わないよ。アトルシャン、これを角笛にして持っていくんだ。僕の助けが必要になった時にそれを吹くんだ。僕は角笛の音を聞き逃さない。君がどこにいたとしても必ず駆けつける。約束だよ、タムリ。
タムリンのことは白龍様のお決めになられたことに恨むなどということは決して。白龍様か。それではどうしてもタムリンのもとへ行くというんじゃな。はい。そうか、ならばもう止めはすまい。だが死ぬと分かっているものをそのまま生かせるわけにはいかぬ。これを持って竜の墓場へ行くのだ。これは。それで竜の墓場の壁画を開き、奥にある銀を放つ鱗を手に入れよ。銀の鱗を手にした時、イシュバーンへの異界の門を開いてやろう。さあ行け。わしの力で竜の墓場まで送ってやる。銀の鱗を手に入れたようじゃな。ならばそれを胸に当てるのだ。これは聖地を覆いし呪いから我ら竜族の身を守る唯一の方法。それが人間に化身することなのだ。さあ銀の鱗のあった台座を開き、武具を手に入れよ。旅立つ用意は整ったようじゃな。では異界の門へ行くぞ。アトル社員、我ら竜族が一周バーを離れてすでに2000年。今聖地は危険に満ち満ちている。人間の姿になりドラゴンの力をまるで使うことができるお前を一人で生かせることになろうとは。だがわしがお前にしてやれることはここまでじゃ。イシュバーンまでは遠く、わしの力も届かぬからの。じいちゃん。じいちゃんと呼んでくれたのは本当に久しぶりだな。さあ行くがよい。行ってタムリンを、そして苦しみに沈む多くの人たちを救うのだ。わしは信じる。それがひいては我ら民族への呪いから聖地を解き放つことになると。行け、アトル社よ。Thank you.
年前、イシュバーンに突如巨大な城、魔王殿が出現した。それは人間と魔族との戦乱の始まりである。魔王の軍勢に対抗すべく派遣された王国軍、その健闘により長期化した戦いは人間たちの勝利に終わるかと思われた。だが一人の男の出現により戦局は一変した。その男の名はオストラック。祈りの丘の神殿跡か。チッ、最初から俺に任せておけばよかったもの。まあいいだろう。ちょうど腕がなまりかけていたところだ。酔いざましに人暴れしてやるとするか。ところでな、相談があるんだが、ヒールポーションの2つ3つも買ってくれるとありがたいんだがな、実はあれがね、みんな飲んじまってよ。
ムリン。え、よかった、無事だったんだね。本当に心配したんだよ。君を守るっていう約束を果たせないんじゃないかって。守るってあなたは？さあ、こんな息が詰まっちゃいそうなところはさっさと引き上げてしまおう。抜けていく。これがドラゴンにかけられた呪いなのか。アタルシャ、しっかりして。かっこいいところを見せようと思ってたのに、我ながら情けなくなるよ。うん、そんなことない。やっぱりアトルシャンはすごく強くて最高にかっこいい。大好きよアトルシャン。タムリー。